가자! 자, 원더후루 101! 아리스, 桜の女神へ全速前進だ。どうしたんだっち？桜の女神がそんなに大事なんだっちか？そりゃお前、桜の女神と言ったら町の象徴なんだから、敵の好きにさせるわけにはいかねえだろ。あの女神像には対侵略者シールド、マルガリータの発生装置、スーパーリアクターが内蔵されている。もしもそれを破壊されたら地球は…そうだ、地球は一巻の終わりというわけさ。ブルー、絶対知らなかったっちよね。前もな。桜の女神までの距離1000メートル、目標地点に強力な弱マター反応あり。あれは見つけたぜ、この居場所にシールドの元凶。こいつを破壊すれば、あのシールドにどでかい風穴が開くというわけだ。今すぐ宇宙に待機する我らが大艦隊の通り道を作ってやる。ミサイルぶち込んでやる。ダメだ、女神像も損壊しかねん。超改造カメラの映像出ます。あ、この少年はルカ君。桜の女神内部よりエネルギー反応あり、スーパーリアクターの出力できています。アリス、全速で追え。桜の女神像を取り返す。ワンダフルワンダブル王は半端にて臨戦態勢。なお、このミッションではアンリミテッドフォームの使用を許可する。迅速に任務を遂行せよ。ラジャー、白金ドライブリミッターオフ、アンリミテッドフォーム起動。アンリミテッドフォームとは、宇宙から降り注ぐ素粒子を集積して無尽蔵にエネルギーを生み出す新世代エネルギーを、白金ドライブの出力制限を一時的に解除し、センチネルスーツの驚異的な性能を限界まで引き出すことを可能にする緊急時限定の特別武装形態である。このフォームを取ることによりユナイトエナジーのキャパシティが最大値まで引き上げられる。戦闘が長時間に及ぶとスーツ装着者の身体に深刻なダメージを及ぼす。ひとたび白金ドライブが暴走すれば、核兵器の数十倍の爆発を引き起こすという危険もはらんだ、諸刃の剣ともいえる究極の武装形態なのである。総員出撃。ラジャワンダフルー101。このオロチの顎でも砕けるとは。この女神像、予想以上に頑丈にできているようだ。ならば上昇し、アルカ上空から街の中へ叩き落としてやる。やい、宇宙人、この俺から逃げられると思うなよ。ええ、なんだこのガキや。まあ、さあオロチ、優勝だ。おい、聞いてるのか、このトカゲ野郎。待て、侵略者。たかんでずみどこ、そこで指をくわえて見ているがいい。お前らの勝利の女神が無残に砕け散るのだ。うわ
ターゲット敵巨獣。ワンダフルワンダブルオー総員ユナイトアップ。ライダー、
ないと。この高さから落とされてはこんな女神像などひとたまりもあるまい。総員、女神像を奪回せよ。
ラジャラジャー。
ッチ。ブルーの剣さばきより鋭いっち。バカ野郎、俺があいつの剣を弾き飛ばしたからこそだな。離れつけんじめ、貴様らのようなネズミにこの俺が倒されるとは。どうだデカイ、私と違って我が部下は手加減などしないぞ。その声はワンダルリッドイ。いや、貴様の舞台だったのに。あれ、お前のなんとかいうヘッポコ銃がちっとも役に立たねえから手間がかかったんだろうが。なんだっち、クリスティーヌちゃんの悪口は絶対許さないっち。桜の女神、奪還完了。スーパーリアクターの出力にも異常ありません。よし、桜の女神を家まで送り届けるぞ。オペレーション001完了。航行進路オールクリア。バージンビクトリー号、これより桜の女神返還に向かいます。レッド、レーザーアプローチャー照射します。ラジャー。レッド、あのガキ知ってるの？ああ、私のクラスの生徒だ、ルカ君。クソ、あいつら、チキショユナイトトゥームストーン。エナジーコンバーター。スピードライナー。諸君、次なるオペレーションを伝える。我々の通信ネットワーク拠点の一つであるブロッサムタワーが敵の規制型情報網略奪兵器に占拠された。諸君らの任務はこの規制兵器の破壊だ。情報網のファイアーウォールが破られている可能性も否定できないため、バージンビクトリー号はオンライン戦略システムを遮断して待機する。楽勝だぜ。俺のバリアンチームブレードでそのなんとかタワーごとぶった切って薄汚い寄生虫を駆除してやら。なお言うまでもない、ブロッサムタワーは地球防衛システムの要だ。世界各国の戦況を把握するため、傷一つつけることなく取り戻さねばならぬことを胸に留めた。ブルー、かっこいいっち。放っておいたら地球滅亡間違いなしの危険な爆弾野郎だっち。黙って。敵のアルゴンレーダー副域に侵入。オンライン戦略システムを遮断。第一級警戒態勢に入ります。さあ行け、頼んだぞワンダフルワンダブル王。ラジャー総員出撃。ラジャー。
ウィン、ユナイトアップ。アンダ、ほっ。
Thank you.
だよ、その適当な分析は。どうしても俺たちをブロッサムタワーに行かせたくないらしいな。ゾイン、ユナイトアップ、ライザ
今度は何だ？あいつらもしかして今ユナイト毛布を使わなかったっちか？いい度胸だ。今度こそ俺のバリアンチームブレードの餌食にしてやるぜ。我の攻撃をかわすとはなかなかやるじゃないか。何者だ？初めてお目にかかる惑星 CHIQ の戦士よ。いや、君たちは確かこの星を神級と呼んでいるんだったな。神級？本当か？呼ばねえだろ。おや、間違ったか。だが確か我のデータブックには。待て、我々にもそのデータブックを見せるんだ。そんなもんほっとけ。君、なかなかいい目をしているじゃないか。名は何と言うんだい？私の名はワンダレッド、地球連合秘密防衛機構センチネルズの特務兵だ。ワンダレッドか、面白い名前だ。我は流浪の彗星流浪の王位継承者にして全銀河を股にかける宇宙海賊ガイゾックの当主、暴君王子。君たちの言葉で言えば、そう、プリンス暴君とでも呼んでくれたまえ。誰だろうと関係ねえ。今すぐ地球から放り出してやるぜ。中尉、あのナンダレットという男の力量どう見る？さして脅威はないかと。さすがブルー、さっきからまるっきり相手にされずに空回りしてるのが大人の哀愁を誘って生かすっち。うるせえ。侵略者に次ぐ、直ちに武装解除せよ。応じなければ君たちを即刻武力制圧する。武装解除？それはできないな。我には我の戦う理由があるんだ。10分や20分ではとても説明し尽くせない崇高な理由がね。それ聞きたいかい、ワンダレッド君？ワンダレッドだ。いいだろう、君たちの言い分を話したまえ。いや、聞くのかよ。ではまずことの始まりから話をしよう。時は今を遡ること240年、場所はここより1兆2千億光年離れた流浪の彗星流浪。長らく子宝に恵まれなかった王家の嫡男として、我はこの世に生を受けた。一人息子として帝王学を学びながらすくすくと育った我は王立インターナショナルスクールに入学し、志を同じくする多くの学友と机を並べて勉学に励んだ。だがある学校行事の日、ある出来事がきっかけで我が人生は一変する。隣のクラスに転校してきた一人の女性と出会うことで。暴君殿下、その辺でよいかと。総統閣下もお待ちしているゆえ。ん？そうなのか。待て、その学校行事と。前もいいから。まあ話はこの辺にしておこうか。一見は実戦にしかずだ。まずは拳を合わせて神級の戦士の力量を見定めるとしよう。我を満足させることができない相手ならば話をする価値もない。行くよ、ナンダレッド君。敵兵団2000より、ワンダフルワンダブルをおい、ユナイトアップ。ライダー。
からじゃ。おやおや、ここからが本番なんだが、ずいぶん簡単に我が配下に加えられそうだな、重機。鎮急の戦士、ナンダレッドとか言ったかな。ワンダレッドだ。君の腕を見込んで提案があるんだが、どうだい我と手を組み、その力を全銀河のために使わ…早いね。我々はいかなる侵略も許さない。平和を脅かす悪と戦い、地球の平和は絶対に守り抜く。鎮急を守る、ふん、それが一体何になるというんだい。そんなもののために戦っても結局は…まあいい。ともかく、ナンダレット君、少し時間をあげるから次までに答えをよく考えておいてくれよ。我はそろそろおやつの時間なのでね。では戻るぞ、忠義。ほう。待て、この野郎。さっきの奴ら、ユナイト毛布まで使うなんて手ごわい相手だっち。侵略者どもなんかにチームワークの何たるかが分かるもんかよ。それをブルーが言うっちか。ギャグも冴えてるっちな。うるせえ。あの兵団、彼らは何か。お、どうかしたっちか。いや、なんでもない。さあ、総員前進。ラジャー